浜崎選手です。お疲れ様です。お疲れ様です。まずは、ベルディに移籍してきて、初出場しかもスタメンなりました。あの90分全体をまずちょっと振り返ってください。まあこうして移籍してきてまだ期間間もないですけど、まあ、こうしてピッチに立つことができたことは何より選手として嬉しいことですし、まあ、試合は、まあ、2-0 で勝っている中で、まあ、サッカー90分あるんでそこで 2-2 に追いつかれて終わるっていうのはすごい悔しい試合になりましたし、まあ、でもここで下を向く必要も僕はないと思うんで、まあ、こういう試合を勝ちゲームにつなげることができるようにと、あとはまだまだ追加点を奪えるように、そういうサッカーができるようにっていうふうに思った試合です。あの合流してからそんなに、ね、まだ日が経ってないとは思うんですけれども、すごく堂々とベルディ そのサッカーの中に入ってプレーしているように見えたんですけれども、自分の中ではそのなんていうんですかね、こう順応度というか、あのその辺っていうのは手応えとしてはどうですか？もちろんすごい緊張はしてましたし、まあ、でもやっぱピッチに立ったらもうやるしかないんで、あとはこう、まあ、ミスもしやっぱりイージーミスしっかりあったんで、そこは申し訳ないんですけど、まあ、うまくやれた部分もあったんで、そこはやっぱり自分自身がしっかりこうベルディの映像を見たりすごい、まあ、考えながらやってたんで、まあ、それがうまく自分がイメージしてたように入れたプレーもたくさんあったんで、まあ、そういうことがつながったかなと思います。そして今日はもう何よりあのフリーキックのゴールに尽きると思います。あの元々ね得意だとは思うんですけれども、あそこはもう自分が行こうと。そうですね、まあ、すぐあの位置になった瞬間やっぱり切りたいなと思ってましたし、やっぱりベルディで初めての試合なんで、まあ、思い切りが大事だと思ったんで、まあ、リュウジと話しながら、まあ、俺蹴らしてくれって言ってお願いして、まあ、うまく僕自身もびっくりするようなゴールで、でもよかった、本当に自分の持ち味でゴールできてよかったと思います。ただ勝ちたかったですけど。もう完全にキーパーはあのクロスの方を読んでいたというか、なんかそんな風にも見えたんですけど、あのキックモーションみたいなのちょっと少し狙いがあったりしたんですか？そこまで、まあ、もう狙うことしか考えてなかったんで、まあ、狙ってもこう相手にバレててもコースで上回るっていう方とか考えてましたし、あとはスピードのあるボールを蹴ろうって考えてたんで、まあ、今までのゴールは駆け引きもありましたけど、今回は、まあ、自分自身はあんま駆け引きなく、ただあの左上を狙って蹴ったのが、まあ、ゴールにつながったんで、まあ、本当にたまたまと思いますけど、でも良かったです。あの次はね、なんとかこう勝ち切りたいところです。あの京都との試合になりますけれども、あのそこに向けてまたちょっと意気込みというか、まあ、切り替えたいところお願いします。まあ、さっきも言いましたけど、下を向いてても仕方ないので、まあ、今日の試合をどう次につなげるかっていうのがやっぱりシーズン通して大事になると思うので、まあ、京都は上位にいるチームなんで、まあ、僕たちがしっかり立ち向かってベルディのサッカーを出して相手を上回れるように、何より勝ちが今本当にチームにとって大きな薬だと思うんで、しっかりいい準備して頑張っていきたいと思います。